単純に物を売るだけじゃダメだよ。村会社この4原則に当てはまらないビジネスを俺はやらないし、はいはい、絶対避けた方がいい。危ねえよ。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。小林さん、はいよ、不動産投資に参入するために、うん、副業をいろいろやって、うん、資金貯めないとなと思ってるんですけど、うん、なんか早くやった方が前から言ってるよ。そうですよ。早くやった方がいい。今日は見ていただいている方、不動産投資関係なく、とにかく金を貯めると。副業で。副業でもうお金貯めたい人は、もう全員これを見ろっていう感じだと思うんですけど、なんか副業って今もう本当に種類がたくさんあるじゃないですか。何やってもいいみたいなところあると思うんですけど、逆に言うと、この副業やってしまうと話にならんよみたいな、そういう副業も小林さん的にはあったりします。まあもちろんもちろん、もうめちゃくちゃある。めちゃくちゃありますか。めちゃくちゃあるよ。それやっちゃうと、せっかく副業頑張っても時間の無駄になってしまいます。ちょっとそういうところには手出したくないので、今日は小林さん的に、もう絶対この副業だけはなしだっていうのを教えてください。OK、じゃあ今日はね、絶対手を出してはいけない副業を徹底解説したいと思います。お願いします。はいよ。では小林さん、絶対にやってはいけない副業、絶対やってはいけないなんてあるんですか、本当に。まあ分かりやすく言うと、5つぐらい。5つあるんですか。じゃあちょっと順番に教えてください。 OK、 1つ目、単価が安いものです。なんか単価が安くても、たくさん数こなせばいいんじゃないかなと思うんですけど。極論さ、俺がまあいつも言ってる、じゃあ AI で LINE スタンプ作るのよしって、あれって本当50円とか100円とかじゃん。それだけやってたらそもそも合わないな。それだけやってたら、そう、単価の安いものってさ、同じ手間なわけよ、簡単に言うと。何でもいい。じゃあなんか物を仕入れて売るでもいいんだけど、100円のものを仕入れて200円で売るっていうのと、1000万のものを仕入れて1100万で売るっていう手間って実はあんま変わんないの。あ、そんな変わんないんですか。まあ仕入れて売るならね、分かりやすく車を仕入れて売るのでも、軽自動車仕入れて売る手間とレクサス仕入れて売る手間同じじゃん、簡単にとさ。同じよ、物が一緒なんだけどやる手続きは一緒じゃん。確かに確かに、そうですね。そこまで大きくは変わらないですね。ってことはどういうことかっていうと、結局さ、その今の副業にまつわる話で一番大事なポイントっていうのは、まずはね、時間をお金に変えるっていうフェーズが必要になってくるからさ。そうなってくると、10円のものよりも100円、100円のものよりも1000円、1000円のものよりも1万円売った方がいいから、裏を返せば結局ね、単価の安いものっていうのは、そもそも手を出すのは、それだけやるのは間違い。なるほど。それだけってことは、そこから先が何かあるわけですね。もうだって10円のやつ10個やっても100円でしょ。そうですね。100個やって1000円。確かに。1万個やって10万円。そうですね。はい。1万個売るの大変だぜ。相当大変ですよね。なるほど。じゃあ、まあ、この先に単価が安いものであっても、スケールさせる小林さん的な何かメソッドがあるわけです。そうそうそう。だから単純に、まあ、この副業における全てにおいて言えるんだけど、まず単純にこれだけやるとかっていうのはダメ。その最たるものが単価の安いもの。なるほど。絶対やっちゃいけません。単純にそれだけやるなら。そういうことですね。じゃあちょっとその先については、ちょっと5個お聞きした後に、そうだね、最後ちょっと小林さんの副業メソッド、そのとおり、はい、じゃあお聞きしますね。2つ目、利益が薄いものです。確かに利益が薄いものはやりたくないですね。確かに。これね、単価もそうなんだけど、これ単価がでかくなってると利益って薄くなってる傾向にあるんだよ。はいはいはい。だから例えば本当総合商社なんてさ、ね、いわゆる伝票公選ってね、何パーとか本当数パーセントでやったりするケース多いんだけど、だからそれって何千万何億円やったりする、何十億円やるからさ、利益になるんだけど、薄利多売ってやつですか。そう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 。まあなんだけど、そもそもの、例えばまあみんなね、よくわかりやすいのがメルカリ物販でもそうなんだけどさ、やっぱり単価の安いものってみんながやってるものって単価が安くなっちゃう。利益も薄くなっちゃう。単価やのな。だからみんながやってて、競合がいっぱいいると利益も薄くなっちゃうからさ、そういったようなものも結局同じ手間で結局利益が薄いってことになるから、さっき言った単価が小さいものと同等で利益が薄いものっていうのはやってはいけないってことになる。っていうことになるんですね。これもじゃあさっきと同じような理由に近いわけですね。単価が安いものと全く同じ。だからさっきの車の事例でも言ったけどさ、例えばレクサスで人気があるからみんなやってるとするじゃん。だったら価格の叩き合いになるよね。すると利益って当然薄くなるじゃんっていう話だよね。なるほど、そういうことですね。ありがとうございます。3つ目、再現する可能性が低いものです。これはどういうことですか？これはさ、何でもいいんだけど、例えばじゃあ物販でいうと、何か仕入れてみたらめっちゃ高い金額で売れました、これはめっちゃまぐれですみたいなさ、また売れるかもって買ったけどずっと売れませんみたいなさ、仕入れたけどずっと売れません、反応ありませんみたいなさ、あるじゃん。何回も繰り返せないもの。そうそう、だから要は再現できないもの、結局反復だからさ、ビジネスって結局販売の単価かける回数だからさ、再現しなかったら意味ないっちゃね。だからそもそものその再現しないラッキーパンチみたいな、そもそもそういう副業にするものではない。ああ、なるほどなるほど。そこっていうのはなんかどういうふうに見極めていくものなんですか？再現性のあるもの。まあどうだろうね。本来であれば小さく始めて大きく育てるってセオリーなんだけどさ、まあ例えばまあよくあるのが時計の転売とかな。まあロレックスのさ、デイトナってデイトナマラソンってやってる人がいるぐらい。ああ、有名ですよね。デイトナマラソン。でもこれもさ、大概マラソンみんなしてるぜ。買えないんだよ。買えないですね。で、じゃあそれでも高価な時計の売買を事業とするってことは、結局、定価で買うためにはさ、デイトナマラソンやって一発100万抜けましたって言ってもさ、次、デイトナ買える保証があるかどうかってことはまず一つな。確かにそうですね。さらに言うと、これ転売禁止っていうのをブティック側が動くからさ、そもそも、要はそれが難しいとかさ、売る人にはもう売ってくんないとか、市場的に再現しないわけでしょ。だからそういったようなすげえ儲かるビジネスとかさ、何でもそうなんだけど、まあ再現性が低いものはリソースを投下してはいけないっていうことになるわけですね。なるほど、ありがとうございます。4つ目、投機性が高いものです。これもどういうことかよくわかんない。まあこれもね、まあちょっとわかりやすく言うと、例えばまあ仮想通貨みたいなさ、100円で買ったらなんかこう1000万になりましたみたいな。ああ、なるほど。ちょっとギャンブル性があるというか。そうそう。でそれをあんた買っただけでしょっていうのに間違って、自分トレーダーなろうかなみたいなさ、勘違いする人も世の中にいるから、だから投機性が高いものな。だし、まあなんだろうね、そのロングレンジは結局今仕入れて売るっていうのはみんなわかりやすいから、結構物販で俺例えて言ってんだけどさ、だってね、今の話、メルカリでもそうでしょ。トイレットペーパーの芯を売るのはさ、ゴミを売るわけじゃん。利益率は高いよな。そうですね。だけど単価安いじゃん。確かに確かに。とかさ、逆にじゃあ再現性は、いやまあたくさんやってるうちにね、物はすぐに調達できるし、買う人もいる可能性はあるから、意外と再現はするとかさ、っていうようなことを考えたときに、これ面白いのがさ、投機性が高いのは、これも YouTube で探してもらったら出てくるんだけどさ、なんかね、ヤフーオークションで金にまつわる製品を買って、それを金をだけ抽出して売るっていうことやってる人がいる。それの動画やってる人がいるんで。面白いですね。面白いでしょ。だけどそれが要は上がって利益出るか、二足三本かやってみるのか。これ投機性高いね。高いですね。投機性高い。ニーズがあるかどうかすら一番近く。金がそもそも含有率って分からんじゃん。とかさ、そういうのやってて面白いのが、本当香港の昔の旧紙幣をなんかヤフオクで買ったのを換金に行ってみたとかさ、かなり投機性高い。投機性高いですね。そうでしょ。変えられる保証が何もないじゃん。そうですね。そういうのを副業でやるのは俺はお勧めしないね。ああ、なるほど。まあそれはもう趣味の娯楽の範疇っていう感じではありますね。そうなるほどなるほど、そういうことですね。ありがとうございます。5個目、法律に違反するものです。これ逮捕されちゃいますか？これはね、いろいろあるけど、例えば白タクやるとかさ。白タクって何？白タクってね、本来タクシーちゃんと免許が必要なものよ。いわゆる二種免許も必要で、ちゃんと許認可を受けた業者がさ、でもっと個人タクシーなんてさ、10年ぐらいさ勤め上げないと難しいんだ。それを白タクっていうのは、普通にタクシーを打ちやすいですよって言って5000円ぐらいもらって、知らない人乗っけて送ってあげるってやつ。あ、それ法律違反？いやいや、思いっきり違反。いや、思いっきり違反なんですね。思いっきり違反だよ。そうなんですね。そうそう。っていうのもそうだし、まあ、それこそなんか脱法ハーブとかさ、いわゆる違法薬物をね、仕入れて売るとかってもそうだし、まあ、とにかく違法ってことは捕まる可能性があるから、捕まっちゃうとそもそもダメだし、違法なね、お金儲けって、実はコスパめちゃくちゃ悪いんだよ。よく見えるんだけど。よく見えますよね。なんだけど実は全然違ってて、合法的に普通にやった方がはるかに痛かったね。なんでかっていうと、そこで捕まって失うリスク、例えばその信用を毀損するとかさ、結局ビジネスで何やってるとね、信用なのよ。最後ね、単価遺憾云々、商材の競争力云々以前に信用なんだよ。信用が本質なんです。そう、信用あって初めて競争力のある商品が要はユーザーに訴求できる。だから信用がない会社にいくら競争力ある商品とて、信用を積むっていうフェーズが必要なんだよ。ってことは信用ってお金で買えないから、買えないですね。時間かかるから、だからその信用を失うっていう一番リスクでかいって何かって犯罪なんだわ。犯罪に関与するっていうことなんだ。だからこの非合法なものを売るっていうこと自体が、そもそも信用毀損するから全くリターンがないの。はいはい、だからそもそもこの5つ目であるやっちゃいけない副業、よくあんな薬事法に触れるとかさ、結構海外からなんかこうサプリ輸入してるとかいっぱいありますね。いろいろあるんだわ。日本でもね、ゼニカルっつってさ、どっかの製薬会社日本で承認が下りたって話なんだけど、ゼニカルとかオルリファストっつったかな、油をさ吸収させない、摂取した油を全部排出させる薬があって、これって自由診療で出てたのが結構海外で安く買えたんだよ。日本だと高いのがさ、そういったものを通販で売ってる人とかも薬事法に引っかかるから引っかかりますよね。そうそうそうっていうような副業はやっちゃダメ。ああ、なるほど。ちょっと怪しいグレーゾーンとかもできるだけ避けた方がいいっていう。まあだしやっぱり信用毀損だから、でね、やれじゃあ何でもそうなの。まあ口にするもんってさ、なんかさ不具合があって今でもなんかやって紅麹の話あって破壊しちゃったとかさっていうこともあり得る。あれだけ大きな会社がいろいろ調べてやってたとって混じっちゃうでしょ。ってことはどっかから輸入してさ、ね、それを誰かが口にして腹壊しちゃった日にはさ、まあもうたまったもんじゃないですよね。だから口にするものはなかなか大変かもしれないな。なるほどなるほど。まあリスクは大きい。そうそう。だからまあそういった意味では飲食店も全部そうなんだけどさ、ね、飲食店だってね、いろんな素材を仕入れて加工して売る物販と一緒だから、それがなんか混じってたらさ、ね、訴えられちゃうでしょ。ラーメン食ってお腹壊して死んじゃったっつったらニュースになっちゃうじゃん。そうですね。前にもなんかあったよね、なんか焼肉のチェーン店でさ、腹が死んじゃったってありましたな。それでだってユッケがみんな市場から消えちゃったじゃん。そうですよね。厳しくなりました。だからやっぱり人の命に関わることとか犯罪にまつわる話は極力下げた方がいいねっていうことになります。極力というか絶対下げた方がいい。絶対下げた方がいいですね。絶対下げた方がいい。危ねえよ。そういうことです。危ねえよ。あえて行くところじゃない。そうそうそう。なるほど。今5つやってはいけない副業をお聞きしたんですけど、そうだな。小林さん的にうまくいく副業とか事業の共通点みたいなこと何かあったりするんですか？これ非常にシンプルで、実はさ、俺よく言うんだけど、不動産にエントリーする前に分資金貯めなさいっていう中で、何でもいいって言うじゃん。何でもいいって言ってるのに、今日ダメな5つ言ってんだけど、まあ当然5つ目はね、犯罪だから別として、4つに関してはさ、例えば単価が安いとか利益率低いっていう話あるじゃん。実はこれって、俺さっき冒頭で前置きしたんだけど、これだけやるのはダメよって言ったじゃん。簡単に言う。これだけやるのは。これだけ、要は例えばチャット GTP で動物の名前5000個教えてって言ったら、ブワー出てくるから。それをコピー&ペーストで画像生成系の AI にぶち込んだら5000個動物の画像が出てくるんだって。でこれを LINE スタンプで売るっていうことを AI のチャンネルとかで推奨してる人はいるわけ。俺これ全然いいと思う。ただこれじゃあ売れるかどうかわからんじゃん。ってことはそこにオリジナリティが必要なわけだ。例えば単純に LINE スタンプやるのでもさ、どんなアングルがいいかとか文字入れるかとかさ、細かいところがあるんですよね。そうそうそう、そこが実はノウハウになるわけ。簡単に言うと、ああそこがノウハウなんですね。だからこれは実は単純に LINE スタンプだけやったら、そのまま単純に画像をペーストしたら別にさ、それってまあ50円で売れるか売れないか分かんないっていうね、5000個作ったとてよ、本当にそこにさ動物のスタンプ欲しいのみたいな話になるからじゃん。だけどそこを例えば LINE スタンプでスタンプを送るってさ、何かの意思を伝えるときに送るから、例えば「おはよう」とかさ、おやすみとか、なんでとかさ、そういう言葉入れるわけでしょ。そこに例えばその動物の表情とかと文字でうまくパロディー化してさやるっていうのがノウハウだったし、で俺だったら単純にラインスタンプ、要は画像生成系で吐き出して売るっていうんだったらもう売れる可能性も低いし売れたことって少ないんだよ。なんだけどそれをさっき言ったように通常だったらこれぐらいのコンバージョン率だと、普通5000個作ったとて半年で2つしか売れませんでした。これを要は逆に改善したノウハウでもって半年で1500個売れましたっていうデータを取って、でこの改善の工夫自体をノウハウ化する。ああなるほど。それを欲しがる人がいるわけです。そう簡単にそこが価値なんだよ。だから単純にその薄利なものとかさ、単価が安いものを物販するだけじゃダメよって言ったんだけど、それを薄利とか単価が安いものを物販するノウハウ、それをより高利益に要はたくさん売るっていうノウハウを売ればいいんだよ。ああなるほど。そういうことですね。メソッドをこう売っていくっていう。そうだからまず一番大事なのは順番があって、結論が1つ目な、まず何でもいい AI のスタンプにやってみるってことで、これをたくさん行動の量と質を担保してたくさんやってみる。簡単にとにかくやると。そうですると実績がなんとか上がるじゃん。実績が上がったら今度この2つ目だ、この実績をもとにどうやったら実績が上がったかっていうことをさらにブラッシュアップする。でそこで本質を捉えることができる。なるほどと、単純にやったらダメだけど、はい、こういうような形でこういう文言でこういうアングルだったらたくさんスタンプ売れるなとか、で今度それを本質を捉えた後にそれをフレームワーク化しメソッド化するわけ。これが3つ目のステップな、はい、フレームワーク化してメソッド化するってことは簡単に言うと何も考えずにやったらこうだけど、はい、こことこことこここういうポイントでこうやってこうやったらこういうふうになると、うん、これをする結果これだけたくさん売れるっていうことをやり方をフレームワーク化するからさ。ああ、なるほど。経験を形に変えるわけです。そう、すなわちそう経験を価値影響に変えるっていうことだから簡単に無形コンテンツを作るってことになるんだ。でその無形コンテンツを作って、はい、ポイント4でこの無形コンテンツ今度販売するわけです。るとこれ買ってくれる人が出てくるわけ、で買ってくれる人にきっちり成果をコミットするわけ、もう無形コンテンツ売るじゃん、でサポートしてあげるじゃん、でちゃんと実績出すじゃん、5人ぐらい実績出して圧倒的に出したわけで、今度その事例をもとにステップ6でスクールをする。今の流れでいくとこれビジネスの4原則っていうのがあって、これ堀江貴文さんも提唱してる話なんだけど、ビジネスの4原則っていうのはまず1つ目高笑い、2つ目無在庫、で3つ目が少子法、4つ目が継続課金、この4原則に当てはまればいいんだよ。ああ、なるほど。だからこの4原則に当てはまらないビジネスを俺はやらないし、さらに俺はもう2つ大事なポイントがあって、やればやるほど強くなるっていうビジネスと、もともと圧倒的に競争力があるって俺はこの4+2っていうのを絶対意識してやってるんだけど、別にこのチャンネル見ていただいてる皆さんはまずはこの4つを意識してもらって副業っていうものを設計していくっていうのが必要になるんだ。なるほどなるほど、確かに今の無形コンテンツを商材にして拡大していくっていうのは多分これ全部当てはまりますね。そうそう、だからだってまずは自分でスタンプやるっていうのは単純に単価が安くて粗利率も低い商売じゃん。そうですね。俺が今日やんなって言ってんだから単純にそこだけだったら美味しくない。だからそれを大量に行動することによって本質が捉えてさフレームワークができるでしょ。でそれで無形コンテンツ化したらこの無形コンテンツが無在庫、小資本、高粗利率なんだ。無形コンテンツなんだ。 PDF もしくは動画かもしれんけど、そうでしょ。でその後に継続課金っていうのは成功者を5人以上輩出して圧倒的にその成果をコミット信頼関係を醸成した後その方々に事例として使っていいっていう許可を得た上でスクールやればいいんだよ。回避ビジネスやる。それでビジネスの4元素が揃うから、これはどんなコンテンツであっても成り立つんだ。なるほど、何でもいいわけですよね。すなわち経験を価値提供に変えるっていうことだからさ、その今のプロセスをやれば単純に物を売るだけじゃダメだよっていうことですね。なるほどなるほど。なんか巷にうさんくさい情報商材みたいなのいっぱいあるじゃないですか。なんかそことの違いっていうのはどこで見るべきなんですか。これは金子が買う側、それとも自分が作る側。作る側です。もう簡単で圧倒的な実績だよ。やっぱ実績なんですね。やっぱり実績。これって今の話その受注の動線の設計になってくるんだけどさ、例えばそのスクールに入ってもらう前に体験会するとかさ、実際にね無料体験会してあげるとかっていうのもいいだろうし、 AI の LINE スタンプスクールのさLINE スタンプスクール体験会をしてあげればいいんで、そこでまあこれなら私もできそうだって人を受け入れてあげるとかさっていうふうにしてあげればいいから、やり方いろいろあると思うよ。なるほど、そういうことですね。じゃあ最初はやっぱ実績を作らないといけないっていうのは圧倒的な実績が必要だっていうことですよね。それは最初なんかもう気合で営業して気合で取ってくるみたいな話になって、ごめん、それは自分ででしょ。自分がその LINE スタンプを作って自分が圧倒的な実績を持って、だから自分で AI で LINE スタンプを50万個作ると。5000個じゃないよ、50万個作る。50万個全て違う文言で作って売ってみると、するとなぜかこの文言だけ異常に売れるみたいなさっていう話で、っていうことをまあ要は実際自分でたくさんやって実績作るじゃん。これいわゆる自分の販売実績 LINE スタンプで、それをいやこういうようなこういう形でこういうふうな文言入れたら売れやすいものができたっていうのはノウハウだから、で今度それをPDF なりにして売ればいい。これはどっちかっていうと IT を使っていればいい。そのねランディングページとかさ、そこでうさんくさいってなったらまあうさんくさくないようなものをね買う説明があったりとかさ、実績やってあげて、あとはもう確率論だからライティングもそうだしさ、でその後に継続確認もスクールにするんだったら、要は今の信憑性信頼性だから今の体験会っていうのをやってあげる。っていう流れなんです。なるほどなるほど、そういうことですね。じゃあまずはもう自分の圧倒的な実績が、だから自分の圧倒的な実績がまずミニマム、で次に必要なのが自分がフレームワーク化してメソッド化したものが再現するってことが大事。再現性なんでコンテンツ作るの一番大事な3つあって、1つは圧倒的な効果、2つ目が圧倒的な再現性、で3つ目が腑に落ちるロジックなんです。なるほど、こうやったらできるのな、そういうことかっていう、この3つがないと無形コンテンツとしては成立しないんだよ。なるほど、そういうことですね。でそこに今のビジネスの4原則をきっちり当てはめて、継続課金の仕組みをきっちり当てはめて、価値提供していただくお金に対して価値提供が10倍あったら俺みたいに20年続く。まあ確かにそうですよね。それお金払えますもんね。安いよ。リターンがあるわけです。そうそうそう、安い。俺らね、2、300もらってるけど、じゃあ例えば10年だよ。3000、まあもらったとて、だって10年かかったらさ、10億とかさ、作れちゃうわけじゃん。5年でみんな5億作るんだからさ、全然安いじゃん。そうですね。そう、だからちゃんといただくお金に対して、きっちり成果をコミットすれば、ちゃんと信頼関係になって、その価値提供は永続的に続く。っていうことになりますね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。本日の動画のまとめです。1つ目、単価が安いもの。2つ目、利益が薄いもの。3つ目、再現する可能性が低いもの。4つ目、投機性が高いもの。5つ目、法律に違反するもの。この5つをやってはいけない副業として解説しました。まあ結論から言うとね、どっちかっていうとこのチャンネル見ていただいている皆さんは、まあ副業をやられてる人もいればやれてない人もいるかもしれないんだけど、まあ分かりやすいのは本当にね、今メルカリがあったりとかさ、ヤフーオークションがあったりとかさ、マイマとかさ、いろんなプラットフォームがあるじゃん。だからそういった意味で我々すごい有利で、いろんな手軽に物販ができる時代に生まれてるんでね。だからそういったようなところでも簡単に言うとさ、メルカリを買うときと、まあ売るとき、もっと言うと売るときにノウハウがあるから、買うときにノウハウって特段何もないからさ、俺欲しかったやつサイズあったって、そういう世界だからさ、じゃだからどっちかって売る時だよな、売る時にやっぱりノウハウがあるから、そのノウハウっていうのはメルカリやってる人全員が共通で持ってるわけじゃないね。でもっと言うとメルカリだってメルカリの教室やってたりするし、楽天だって楽天市場で教室やってたりするんだ。だけどそれをベースに、じゃあ自分が扱いたい商材がじゃあどういう特性があって、どういう切り口、どういうライティングだったらたくさん売れたかっていうことがノウハウになるからね。だから全てがノウハウなんだよ。だからそれが経験が価値に変わる、すなわち無形コンテンツが設計できて、この今日言ったビジネスの4原則にきっちり乗るっていうことになるからさ、だからまあ極論本当何でも売れるし、もっと言うとこのチャンネル見ていただいている皆さんのご経験が売れるんだよ。経験を価値提供するってそういうことだから、だからその経験を価値提供する練習として、じゃあメルカリで物販もしくは LINE スタンプ売るとかさ、でしょ。でもっと言うと、じゃあその今までのご自身の経験自体も棚卸しをしていけば、ちゃんと価値提供できることいっぱいあるからさ、だからそういったようなところに一旦何もないところから自分の経験を価値提供に変換するっていうプロセスを、そのメルカリ物販でも LINE スタンプの物販でもいいから、一旦一年を経験してしまえば何でもできるよっていうことですね。確かにその4原則というか、ビジネスね、ビジネスのフレームワークにのっとってしまえば、コンテンツは別に何でもいいですよ。そういうこと。パニコンのカセットと一緒だ。そうですよね。そうだから俺なんて会社グループ会社7つあるけど、全部コンテンツ違うけどやってること一緒だから。ああなるほど、ソフトを入れてるだけ。そうそう、だからうちの会社みんなかっこいい人ばっかりだからさ、兄弟犯罪名前でみたいばっかり。でも野村証券とか金融庁頭いい人ばっかりね。その人たちができることを、この経験を、このスキルを価値提供に変えるっていう、俺は同然いくのが俺の仕事だから。グループ会社ってみんないわゆるアベンジャーズみたいにさ、すげえ特殊能力みんな持った人たちがいるんだけど、彼らは普通だと思ってるけど、それを俺は経験を価値提供に変えてるんだよね。そうすることによってグループ市内で効く設計になってる。ああなるほどなるほど、ハードはもう同じなわけですね。そうそうそう、なるほどなるほど、コンテンツを変えるだけだから。裏を返せば、そのさっき言った今日本編で解説した流れなの結論的に言った話っていうものをきっちり再現してもらったら、全然誰でもさ、これ0から1になったら大きいからさ、1から3とか5って難しくないんだよ。へえ、そうなんですね。だからまずは0から1でやってみるってことが大事。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さんって学生さんの頃苦手な教科とかありました？まあ算数。ああ、数字系なんですね。うん、意外と、いやでも理系能なんだけど、理系能なんだけど文系なんだけど、実は算数って昔公文式ってやっててさ、はい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 、俺宿題がダメだったの。ああ、それでつまずいて数字にいるのも嫌だった。苦手うんぬんってよりかもう嫌になっちゃった。嫌い。これ好き嫌い激しいから。嫌い。なっちゃったんですね。そういう宿題って良くないですよね。まあなんかね、まあしょうがないね。これも親の教育でさ、まあ俺がやりたいって言ってやりだしたんだけど、宿題やんない俺が悪かったんだけど、なかなか勉強の面白さっていうのは分かんなかったね。だからそれは親には感謝してるけど、そこって往々にしてあってさ、やっぱりね同年代で超頭いいやつって、うちのね一番古い生徒がさ。もう15年来の生徒がいいんだよ、はい、そいつなんてさ名古屋大学卒で20代前半で公認会計士取ってんの、うわ天才っすね、やばいでしょ、はい、だけど彼から言われたことは、はい、どんなかっていうと、はい、もうすごいの慶応のさ模試で3番とかなってんだよ、はい、慶応入れるみたいな、はいはい、で彼が言ったのは「いや小林さん参考書は後ろからやるもんですよ」って「みたいな「前からやっちゃダメです」「どういうこと?」みたいなもう早く教えてくれよ、俺それ知ってたらもっといい大学聞いとったかもしれんじゃんよみたいなって話があるから、やっぱり何でもコツってあるしさ、好きこそもののなんとやらで、好きなこそってやっぱり上手にできるから好奇心持って好きになるっていうのは大事だよね。はいはいはい、子供はそこの火をつけるかどうかが結構、いや本当だから、そのやる気スイッチね、難しい。まあ大人は違うよ、大人は勝手に入れろって話、自分でスイッチ探しなさいの世界じゃん、大人はもちろんそう知らんがなみたいな。いやもうなんかうちのね会員さんでもなかなか進まなかったりするケースもあるんだけど、メンターセッションでさ全員が全員プライベートバンク運用でさ、うちがねその資産管理会社の運用代行してるわけじゃない、自分でやらせるのが基本的に俺アドバイスするのがもともとのうちの会の趣旨だから、満室系実践会でしょ。だけどやっぱりいやステージがねまだまだ最初の人もいるわけよ、普通にまだ物件持ってないと、軍資金もまあ3000万ぐらいしかないという方は毎月セッション自分でやってもらうんだけど、やっぱりさ面談の時はスイッチ入るけど家帰ってまあやっぱり忙しいからって言って進まないケースっていうのもあるわけ。だからそのやる気スイッチは自分で入れるしかないから。そうですね。大人はやっぱ自分で押していかないといけないですね。わかりました。ありがとうございます。